高松駅は、石川県河北市内高松にある、西日本旅客鉄道7号線の駅である。特急、小野とかガリビのうち、下りと上りが停車する。当駅で折り返す列車がに往復設定されている。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。駅舎は小柄なコンクリート平屋建てで、短式ホームの一番乗り場側にあり、 島式ホームの2.3番のリバーへは、古戦橋で連絡している。七尾鉄道部が管理する無人駅。自動券売機が設置されており、2021年3月13日からは、愛国家等の全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。同駅名が予算線にあるため乗車券には、高松駅と応印される。 列車運転指令上では、1番乗り場が下り本線、2番乗り場が上り本線、3番乗り場が上り1番線となっている。ただし、3番乗り場は下り方面の列車にも対応しており、実質的には上下副本線としての役割を担う。2019年度の1日平均乗車人員は567人である。石川県統計所によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、旧高松町の中心部に位置する。駅前から北鉄の飛ばす運行の白駅方面や、本津端駅方面へのバスがそれぞれ運行されていたが、2009年9月30日に、いずれの路線も廃止された。2011年現在、石川県立看護大学や下北郡津端町、河井谷などに向けて、 河北市営バスが運行されている特急、この都かがりびの隣の停車駅は、ノトかがりびの港を参照のこと。ありがとうございます。